今回俺と巨人の143日物語実況49回目から交流戦が始まるぜ。まさかこんな早く交流戦来るとは思わなかったね。5月入ってすぐですからね。セリーグと全然戦えてないんだけども、まあ始まるもんしゃあないですからね、初戦のカードは日ハム戦、交流戦優勝できるようにねやっていくだけ。去年もね全球団に勝ち越してます。当然このパリーグの球団全てにも勝ち越しでしたからね、去年同様それくらいの勢いでいきたいと思いますのでね。じゃあまずこの日ハム戦1戦目はですね、通常試合で丸々プレイしていきますのでね。相手のベストオーダーはこんな感じか。4番にレアード、中田翔はもうこっちのもんだからね。行きましょう。この3連戦中田翔を使ってやっていくよ。カーモン7番起用で行くからね。ぜひともね、フルス相手に見せてほしいね。完璧なバッティングをね、俺は巨人の中田だと言わんばかりの豪快な一撃期待してます。てなわけでやっていきましょう。今季初対決日ハム戦だ、行こうぜ。ここ最近になってまたようやく勢いもついてきたからね。ゲーム差も気がつけばもうすぐそこまで来ている。首位とのね現在2位ですから追い抜くんだよ。で引き続き1番坂本でね、交流戦もやっていこうと思うんで。得点圏で相変わらず打ててないからね。普通の打率が3割あって得点圏打率0割だからね、異常だよ数字が。おいー、いきなり流し打ち。チャンスでなんでこれができないんだろう、わけわからん。いやもうそろそろチャンスで打たないとね、坂本のチャンスの赤徳がつきそうなんだよな。ちょっとそこは怖いからね。ここはもう送りバントでいいんじゃないですか。あ、でも長野も調子いいし打ちに行ってもいいかもね。これ打てるでしょ多分そう言っていつも後悔するんだけどね。はい、来たー。お粗末なプレーでございます。エラーだってよ。中田翔だったらこんなことなかったかもしれないね。ここはもう送りバントで確実に1点でしょ。そういうことだね。はいこれで1点は入ったから絶対です。あの絶対ったら絶対です。カモン陽大館、この男も元日ハム。まあでも今巨人色が強いね。元日ハムだということに気づいてない人が多いと思う。このペナントに関してはそれくらい巨人色の強い選手だから、まあ遠慮なく打ってくれよ。おいおい、逃げてる、ビビってる。元チームメイトもビビってどないすんねん。逃げたね。チンチンついてんのかい。本当にビビりすぎだろお前。大丈夫か、心配になってきたぞ。まあでもチャンスは広がった。いやでもここはね、ゲッツーということも考えられるしな。それ怖いよな。外野まで飛ばすこと。おおお、ランナー満塁いきますかね。まあ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 だよね。そこはね、まあ分かってるよ。あー、これはこれは、あーやっちまった。一番やっちゃダメなことをやるのが俺だった。忘れてたわ。あ、何度もこれをやってきている。本当にね、ごめんこれはごめんじゃすまん。謝って済むことじゃないね。一回チームメイトもボコボコにされないと。それくらいね、本当にひどい凡退だ。なんでランナーを巻き込むんだ毎回。あのチャンスで手入れランテレンとかどういうことだよ。おっと、いきなりセーフティーバント、意外すぎる攻撃だ。しかしアウト。初球セーフティーだこれ。1番バッターが裏をかいたつもりだが、しっかりと決めんと西川の走力でもセーフになることはほとんどないからね。うわー、中島打たれたよ。いや、よかったねこれ。西川出塁で中島これだったらやばい。大谷めっちゃピンチで回ってたけど、まあそうじゃないんでね。うわ、めっちゃ打っとるやんけこの男。まあもうびっくりしないね。野手でもこのパープロで一番強い能力と言ってもいいからね。簡単に打たれすぎだろマジで。一番強いのは分かったけどよ、もう少しもう少し手を抜いてくれよ。うわー、やばい。初回からお前3連打じゃねえかよ。どないなっとんねんこれ。全身守備だろお前。1点もやれんぞ。バット振ればヒットになってるけど、これも当てて、ゲツゲツゲツ狙え。うわー、クルーズがサードならいけたな。動きが違うんだよ、まあ、よく取ったけど、まあ、クルーズならばアウトにできたね。うわ、ここもヒットじゃねえか。
もうさっきのもヒット性の打球だからな、言っとくけど村田のとこね、初回からこういう展開になるか。こっちも点入れられそうなチャンス来たけど入れられず、相手はしっかりと入れてきたね。グダグダじゃねえかお前。しまったな、クルーズサードでいいな。片岡が怪我からもう治ってるんで上げてもいいかもしれないね。でも上げれば怪我するから、上げた2日後に怪我した男だからね。どうするか、村田 DH ファースト起用でいいな。お、どうだ、あー抜けない、硬いあの守備。普通抜けるとこなんだけどね、抜けてけよ。ええ打球やで今の、パーフェクトやで。さあ前回通算400号を達成した阿部だ、阿部慎之助だよ。フォーク打たす気ねえなあいつ、ガチできとるやんけ。さて中田翔、ユニフォームとチームは変わったけどもやることは同じだ。ここまでホームラン5本も8打点、中田翔らしさは全くないけどね。まあでも月間5本を打ってくれたと考えれば結構ねいいよ、ホームランとホームランに関してはね。打点と打率は本当もう、え、何君って存在価値ないよっていうくらい打ってないんだけど。4球目ストライク、見せろフルスに、魂のフルスイングをな。追い込まれても打ちに行くぞ、フォアボールなんていらん。ホイース恩返しだね、中田翔の一撃ありがとう日ハム、そしてこれからよろしく読売巨人、それを象徴するような一撃だったんじゃないかな。よっしゃ同点のソロホームランじゃボケ、球場関係ねえんだぞこの野郎お前、どこでも打つからなこの男は。東京ドームでこんなホームランあまり見んけどね。そこ東京ドームでこそ打ってくれっちゅう話だけど、なかなか打てねえんだよな。よっしゃこれは感動的な一撃、ああそんな感動しないか、いや憎しみの一撃でしょう。日ハムファンの歯ぎしりが聞こえるわ、ギシ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 、うるせえなこの球場、いろいろなんか飛んでると思うよ暴言がね、ふざけんなてめえこの野郎って。よりにもよって巨人に行ったからね。そら切れるわファンも。お、抜けるかな、よーし。ただ抜けたとしても2アウトランナー1塁で次のバッター小林、点の可能性は低いと思ってるやついるだろ。ノー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 、違いますからな、打つからね、ほら打つって言っただろお前、アウトだけどね。いやいい打球飛んでるよお前、万が一落ちてたらホーム一気にゴーできたよ。中田翔の一撃で同点にできたな、豪快にね。もう あのホームランどこでも入るホームランだから。よし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 、危ない、何気に今の落ちそうだって。おっとこれもかい、坂本忙しいな、どっちかといえばセカンド寄りの打球だけどね。もうトップもあったのか、そりゃ連打連打食らったからね。ここはもう3人で行きたいんだけど振らねえな。よし三振レッドゴー、まあまあね、これはね当然ですよね。オッケー、さあ行こう。まあ、でもね2イニング連続で今チャンスも作って1点も入ったし、今日はまだまだ入りそうな感じするんだよな。ほらねアウト、いやいや落とした中島くん、ダメじゃん、いやヒットちゃいますでしょ今のね、強い打球ではあるけども、あれヒットはピッチャーかわいそうだぜ。まあヒットって言うならヒットなんだろう、記録員が決めることだからね。坂本ならば落とすことはなかったね、でも残念、ね、日ハム坂本いないんで、あ、残念でした、お疲れ様です。はいヒットを捉えた、言っただろ点入るってよ、何点でも入れてくぞこの野郎、レーザービームじゃねえか、えぐいなあの送球。さあ陽大館フルスに恩返しの一撃打ってもらっても構わないんだよ、こっちは構わないけどあっちからしたらたまったもんじゃないけどね。元日ハム勢の活躍あるでしょう。投げました、うわもうこれもまた一番やってはいけないことをやる、もうふざけんなよマジで。もう村田の打球はどうだ、落ちないね、もうお前グダグダじゃねえか、点入れれるチャンス自ら全部潰してやんの。普通のチームなら絶対1点は入るぞ今のイニングよ。
さあこれこの後大谷回るからね、絶対ランナー出したくないよ。打ちました。はい、オッケーオッケーオッケー。取りました。さあ大谷翔平軽々センター前に運ばれたが、ここはよし、坂本が忙しいイニングだね。簡単に追い込んだが、ここから一本打たれるっていうね。ここから一本は余計なんで打たれる必要がねえんだよ。はい、はい、三振。はあ、きつい試合になりそうだ。中田翔が全部かっさらう試合にもなるかもね。他のやつじゃなんか点入れられんのだよな。入れる手前まではいってもそこからゲッツーになっちゃうんだ。でも中田翔ではあの一撃が出たからね、俺は今日そういう試合展開になると思うんだが、予想はね。ここから超グダグダになるかもしれないし、打ち合いになるかもしれない。野球ってどういう感じになるか分かんないからね。さあクルーズランナーとして出たぞ。ここでまあ進塁打王だな、最低限っていきたいんだけど、この阿部も結構なゲッツー打つからね。ゲッツーだけはノーだ。まあゲッツーじゃねえしな。ああゲッツー打ちまくったっから、まああれと比べればいいんじゃない。こんな凡退もあれと比べればの話ね。さあ中田翔恩返しの一撃、まだ止まる必要はないからね、打っていいやで。お前もかい、ある意味恩返しになってるわお前、この場面でゲッツー打つっていうね。お前日ハムニヤニヤしてんじゃねえか、このゲッツーは。ありがとう翔、いつでも帰ってきていいやで的なね。お前バカじゃないの、本当に恩返ししてどうすんだよ。ホームランで返せ、そういうのは。なんでゲッツーで返したんだよ、こっちにとってプラス1個もねえじゃねえか。お前ランナー出てこれで3つ目のゲッツーだぜ、ひどくねえか。ちょっとね、全く何もできてねえけど、何もできる気配がないんだよ。ゲッツーのムード漂ってるからね、ランナー1人出したら。あのムードやだ俺、あの空間にいたくないわ、病気になるわ。あー決まらんな、ドロップ、よし三振。追い込んだらやっぱこの脱三振の特殊能力が発動するからね、かなりえぐい変化量になるんだよな、ドロップカーブは。よし、まあ、マイコラスの方ではね、ちょくちょくピンチ招きながらも1点で抑えてるからね、初回のちょっとピッチングはもったいなかったな。だから早く1点取ってね、勝ち越すことだよ。そうすれば今日はいける。高梨を攻略できそうな感じはあるけど、そこからね見事にゲッツーを打たされてるというか、俺が打っている。うん、打たされてるんじゃないからね、俺が打っちゃっている。他のプレイヤーなら打ってるもん、ヒットをね。俺だけがゲッツーを打ってる。ボール臭いな、ボールだろ多分今の。あー微妙だな。よし、フォアボールフォアボール。ここはもう当然ね、小林でやるべきこと、まあ送りバントしかないでしょ。はい、コンコンコン、パーフェクトバント。やばいなお前、バントの達人じゃねえか。こんな小林大好きだね。さあ今日2安打。さあ得点圏打率紹介しましょう。0割8分7厘、驚異の低さ。坂本が今こんな感じになってるからね。ただ今日は2安打だ。得点圏だけ打てないみたいなのやめてくれよ今日ね、そういうのいらない日だよ。抜けろ抜けろ、よし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 、ゴー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 、ホームいけるホームいける、イエッサーいったー、2点目勝ち越し、坂本タイムリーヒット、これで1割乗ったはず。うん、乗った乗った乗った、ようやくだよお前、長かったな。まあ、ここからポンポン出るでしょうね、さらにチャンスだから。この男もチャンス弱い、坂本元と違ってこの長野にはチャンス G がついちゃってるからね、それは弱いはずだわ、打てんわな。だからあまりねチャンス回る打順で置きたくないのよ、こういうことになるからね。進塁打すら打てない2番バッターって何なのよ本当に、俺並みに存在価値がないよ。ひどいお前、2点目入ったん奇跡じゃねえかお前、絶対守りきらなきゃダメよ、もう無理だわ今日、これ以上手入らねえ、絶対守りきってやるわ。連打浴びないようにね。マイコラスもねスタミナまだまだありますし、こう関東でもいけるかもしれない。手動操作ではものすごく使いやすいからね。 CP 操作になるとなんかめっちゃピンチ招くけど、
この辺出すと本当めんどくさくなるよ日ハムは。絶対出しちゃダメだね。外れてもカウントワンボールツーストライク打ちました。うう第5球投げた。よしボールだって。あそうストライクっぽいけどね。当てただけ大丈夫。全身全身アウト。よしでここ中島を抑えて、まあ、次大谷翔平から回るということになるのかな。よしまあでも大谷翔平にもこのドロップカーブ投げときゃいけるっしょ。5回投げて1失点まだまだ登板いきますぜ。降りるには早すぎる。またクソボール打ちに行く。だって俺がクソだから。変な歌できた。完成だね。 iTunes で配信してみようか。誰がダウンロードするんだよ。すげえな。デッドボール。いいでしょ。塁に出られたんだ。喜ぼう。1、2塁頑張るけない。ここもゲッツー。クソ祭り。あっちもクソそっちもクソ。クソクソクソ。ベンチもクソ。ファンもクソだ。うんこしかねえ。俺にはうんこにしか見えねえ。うんこがうんこを投げてうんこを使って弾き返している、そういうスポーツ見えてきたわ。ひでえな。うんこ祭りじゃねえか。第3球を、はあ、悲しくなってくるわ。投げた。もうカウントは2ボール1ストライク。第4球はわー落ちないな。やっぱダメなんだな今日はね。こんだけゲッツー祭りっていうのはここ最近なかったことなんだけどね。はあもう本当抑えよう。頑張ろう。このイニングだね。よっしゃー残念だった。そこには中田翔がいるからね。ただこの男気をつけろ。レアード非常に危険なバッターだ。もうオーラが出ている。あいやー甘すぎる甘すぎる。投げた瞬間ホームランだね。153メートルだ。飛びすぎだろ。飛ぶボール使ってんじゃねえか。メジャー記録じゃないか。まあレアードにあの球を投げたのであればね、こういう結果も仕方がないことだなと。納得だよ。どこまで飛んでたこれ。看板直撃か。わーお。あそこまで飛ばしてって見たことねえぞ。うーわー、これはちょっとまずいな。完全負の連鎖が始まっている。あー盗塁だ。セーフだな。ドロップカーブ投げちゃってるんだもん。はい三振。後藤タケトシ、なんでお前こんなとこいるんだ。めっちゃ打ってるし。横浜の代打の切り札がまさかの日ハムに行ってるっていうね。意外な展開やってきたが、ここはしかしバットを折ってアウト。意外だな。結構ねパープルは激しいからね、その移籍とかがね。多分これ自由契約になってたところ日ハムが取ったんだろう。さあ中田翔回ってきたぞ。2対2ラッキーセブン。打つのはお前だろ。試合決めるのは今日に関してはお前なんだよ。やっぱお前で打たなきゃ始まらんわ。一本打ったからって満足する男じゃないからね。ぜひとも打とう。お強い打球は、うわーバックしすぎだろお前。なんであらかじめそんな後ろ守ってんだよ。長打警戒にも程があるだろお前。警戒しすぎっていうぐらい警戒してんじゃねえか。あれはないわ。めっちゃ後ろにいたぞあれ。うわ最悪。レフトの頭超えてたらツーベース間違いなかったな。そこから点が入るかどうか分かんねえけどよ。きついな今日の試合。マジで延長いくぞこれ。長い長い試合になりそうだ。よし来た。ナイス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 。小林ヒットで次1番坂本狙うが長打でしょう。もう今日はミート打ちで行くよりかは一発狙いで試合を決めに行く。まあこのままに2アウトなんでゲッツーはないけどもね。おそらくそれっぽい打球を打つでしょう。ボッテボテのセカンドゴロね。ランナー1塁の場面でそれしかやってないんでね今日の俺。うわーほらね、なんお前アウトカウントワンアウトノーアウトならゲッツーだよこれ。どう見てもお前パーフェクトじゃねえか。なんでランナーいる場面で正面にしか飛ばさねえんだよ。
腹立つくらいにがお前打球正面飛んでんじゃねえか。ストライク、軽く追い込んでまいりました。ボール、カウントはワンボールツーストライクです。さあ5球目、割れ、打ちました。嘘だろ嘘だろ嘘だろ、はい、ビッグプレイ、任せろやクルーズですから。残念、そこクルーズいますから。ヒットはねえんだよな。第3球を外れた。ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投球これから5球目、打ちました。危ねえな、本当に。次は6球目、投げました、打ちました。よし、これで2アウト。もう本当一発に警戒だね、この場面の一撃で。勝ち越し、そのまま敗北があるからさ、展開的に。あ、オッケー。で、こっちをもう一発狙いに行くわ。繋いでの野球は必要ない。もう一発狙いで試合を決めに行く。まだ高梨で来てるしね、スタミナもないのに。切れてるから当然失投も来るよね。多分もうこのバッター長野で変えてくると思うけど。これ以上使ってくることはパワープロではしてこないだろう。だからこそこの長野で決めないとね、絶対来る甘い失投は。長野もパワーはそこそこにあるからね、持っていけるよ。これじゃない、これじゃない、もっと甘いのが来る。ほら来た、よーし、ホームランにはならないけども完璧に捉えたね。よっしゃ、長野よくやった。待ってた球が来たんやで、ね、これはもうね、絶対に点取りましょう。ここで白村登板、防御率は 8.10。 さあ陽大館頼むぞ。ここも狙うは一撃、ミート打ちじゃねえんだな。追い込まれたらさすがにミート打ちに変えるけどね。第3球を投げた。うわ、そこ来るとは思わんかったわ。次が4球目、投げた。よしよしよし、もう十分十分十分、これでいいんだ。これをしてくれればいいんだ。ゲッツーじゃなければいい。さあバッター村田頼むぞ。あ、ボテ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 、ホームホームアウト、イエース、3点目。もうどういう形でもいい、1点入れ勝ちだから、そういうことだから。よーし、勝ち越したぞ。さてと、あと2イニング抑えるだけなんだが、もっと取っておきたい。不格好な形、こんなニュースで使えるかっていう点の入れ方だけどね、おそらく省略されるでしょう。でもいいんですよ、勝ちはね。あー、いやー、いや、でもこれファールになるんじゃないか。落ちないね。おーし、はい、クルーズ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 、やばい弾道だね。そのままホームラン、豪快に捉えた。おそらくスプリット、変化球だ、間違いない。勝利を決定づけるね。こっち使われるわさもこっちが3点目、このホームランで3点目取ったかのように編集されて、おそらくニュースで使われるはずだ。全然入れ方が違うんだもんね。こっちの方が断然かっこいいわ。当たり前だろお前。気持ちのいいね、変化球でのホームランは。あまり変化球ってのホームランなんてないからね、基本ストレート打ってたから。いや、もう2点、おいーす、西川、てかセカンド守っとるやんけお前、外野じゃねえのかよ。サブポジできるってだけでこうなるからね。さてこの場面で回ってくるのは中田翔ですわ。いろいろ持ってるな、やっぱ持ってる男に回るんだな、こういう場面で。当然狙うわね、もうこそこそ当てに行く。そんな一本ではなくフルスイングで打った結果、しょうもね、こそこそ当てに行った方が良かったかもしれないね。まあ、あと2イニング抑えること集中していきましょう。もう守備固めをもう送っていくわ、これは。うん、守備固め。まずさ、どうしようかな。サード、寺内。いや、待てよ。寺内はショート。うん、まあまあ、とりあえず、サード、クルーズ。セカンド、寺内だね。で、外野の守備も、長野を変えて、松本、レフト起用。ライト、亀井か。他にいねえのか、亀井より守備力あるやつは。立岡、いや、亀井で OK だな、これならね。それ以外は変えることはないんじゃないかな。これでいきましょう。で、マイコラスも可能な限りも今日は完投で行きたいけども、まあそんな簡単な試合ではないんでね、また一波乱あるでしょう、特にこのイニングね。うわ、もうフォアボールいらんぞお前。よしよしよし、決まった。ああ、ファールか。決まった、絶対手出ねえやつこれね。打てねえ打てねえ、わかるよその気持ち。さあ大谷、
ここ当然ランナー出したくないし、ホームランも打たれたくないんだけど、レアードの前に出しちゃったね。大谷の抑え方は分かりません。さあここ要警戒よ。まだマイコラスでいく。よし打ち上げてくれた、助かった。まだ終わってないけどね。よしこれで2アウト。いやマイコラスはこのイニングまでなね、最終回もう上原でいっていいと思うわ。うわうわうわ、嘘でしょ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 、ここであかんのやで、得点あかんのやで。ホーム行く、ホーム行くの、行けるか、アウトだろう。うわーセーフだー、1点差。いやもうここはもうマイコラス交代だわ。もういいもういいもういい、ここでお前勝ち逃すことなんてできねえんだよ、当たり前の話だろか。マシソンもねここまでセットアッパーとして失点もなく、この上原マシソンともに失点ないからね、1ヶ月やばいから。防御率はゼロのまんま。そしてここは抑えて、あと1イニング、とりあえずランナー招かなければ大谷回らない、てか回ることはないよ。もうそう回った時はもう試合が決まった時だ。ね、残る状況を考えればそういうことになると思いますので、あと1点なんとか守りきろう。いやもう最終回マシソンでいいかもしれないね、中途半端変えるのももったいないしね。上原ではなくちょっと最後マシソンでいってみようと思う。お前に追加点が欲しいが入りそうにはないな。あーいや、この回転は入らずか。まあ、しゃあないだろ、1点を守りきる野球大好きだよ、抑えていこうぜ。代打ここで太田大志を送ってくるか。おいおいおい、このゲームの日ハムの栗山監督もちょっと粋な計らいをしてくるもんだね。 OK いいでしょう。あらよし、あれなんだ、ちょっとコントローラーがおかしい、どないなっとんのこれ、バグってるか。ああよかった、戻った。よしよしよし行こう。さてマッソン VS 太田、いきなり打ってきて、嘘でしょ、フェアかい、ほんで嘘やん、お前大谷打たれたぞ、ギリギリ、もう東京ドームなら間違いなくホームランだよお前、これファールじゃないし、そのままフェンス直撃、助かったけど助かってないみたいなね。お前最悪じゃねえか、お前ここで同点に追いつかれたらよ、とんでもないクソみたいな展開になるぞ。バントは決まってるね、ランナー三塁、最悪のシチュエーション、マシソンで乗り切らなきゃね。もう当然前進守備でした、この場面欲しいのは三振だね。よし追い込んだ、くれ外スライダー、いやーもう嘘でしょ、打たれた同点、試合は振り出しだ、マシソンで行った結果こうなったよ、大谷トゥーベースからのこれだからね、見事にやられたわ。まだ終わってないし、ここまで失点しなかったマシソンで打たれるってどういうことだよお前、うわぶねえ、こんな展開ありかよお前、ともにさねえ、日ハムから巨人に行った中田が打って、そして巨人から日ハムに行ったね太田が打つという、そんな展開になると思うか、普通守備固め送ったんやぞこっちは。もうなあ、俺はてっきりあれファールになるかなと思ってたんだけどね、ならなかったんだ、そのままフェアだからね。延長突入だ、お前絶対勝てねえよこんな守備固め送ってよ、まともなやつ残ってねえんだから。なんとしても塁に出てえじゃねえよお前、そんなことよりも抑えたかったわ。交流戦初戦からこれだからね、嫌な感じだよ。さあ松本塁に出れば脅威だぞ、足は速い、よっしゃーナイス、守備の人じゃないからね、打ってもいいぞ、ここでの一撃は大きい。よし今シーズン初安打なんだね、盗塁はしたいがあまりそういうことはやめておきましょう、ここは確実に1点を取りに行くよ。もちろん盗塁して2塁に行った方がね得点効率は上がるけども、できねえ俺には、やる自信ねえんだ、やろうとも思わねえし、いろいろと弱気だからね。一塁へ牽制球を送ります、まあかなりランナーの動きを警戒しています。どうだ、ライト前に落ちるね、よしよし、ただここは大谷の方を考えればサードにはいけない、レーザービームだからね。よっしゃ来たぞ、でこれはもうこれはね、このシチュエーションやるべきことはもう一つでしょう、
まあ、もうこれは当然。え？いや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 、もうバント決めれないんだったら一軍にいる必要ねえじゃん。決めろや原野達だよ。お前ショーフライってバカげてんのか、ふざけてんのか、全部やり直せお前の人生。期待して損したわ。よし来た、センター前へ。バントなんて必要がないんだね。さてノーアウトじゃない、ワンアウト、ランナー満塁。来たぞ。そして回るのは阿部慎之助、中田じゃないんだ、勘違いしてたよ。いやいや、もう中田だろうが阿部だろうがええねん、打てばね。あ、簡単に追い込まれた、もったいね。うわー、もうギリギリカットだね、ほんとあそこ攻められるときついわ。よしよし、うわー、ぶねー、もう結果的にファウルなだけじゃないか。うわ、よしよし、しっかりと見ろよ、ボール球に手出すんじゃねえ。ボテボテだが、ホームはどうだ、ホームはアウトだ、阿部も遅い。はい、もうあもう本当にこの男の足の遅さには呆れるわ。もうマジかよ、マジなんかよお前、本当によ、どんだけ遅えんだよ。ゲッツーはないだろ、最後までゲッツーかい。いや、もう次の試合 DH で出さない、この3連戦に関してはもう出さない、無理だ、もう我慢の限界だ。そんな打ってるわけでもないし、足遅い、足遅すぎてもうダメだ。足遅いってやっぱマイナスだわ、あえてチャンス潰れるからね。足の遅さが一番プロもね、やっちゃダメなこと、プロに求めてるのは足の速さだね。打力でも守備でもね、足の速さが重要だ。ああなっちゃうからね、悪い例だよあれは。よし、抑えたけども、こんなに長くする予定はねえんだ、あと2戦残ってるんだからな。決めるのは中田翔でしょう、今日6番に中田翔入れときゃよかったわね。だったら決まってたでしょうね、おそらく。延長まで入らなかったかもしれない、結果論か。いや俺はそう思うよ、ここでは打てないけどね、7番ですから。亀井で打つわ。なんだかんだ言いつつ、この亀井で試合を決めてるっていうのがこのシリーズ多いからね。打てないけどね、まあ、ここでは無理らしいわ。で小林、世界の小林が火を噴くと。なめんじゃねえ、今季第1号はここで打つって決めとったんや、花からね。打てそうにねえけど。あっ、さーて、ここはもうピッチャー変えましょう、うん、10回、11回のマウンド必要はないね。上原ちょっと最終回に残しとくわ。最終回に残しとくというか、1戦目は別に使う必要性ないんだけどね、この展開で言えば、まあ、次のイニングのために残しておきましょう。ここは宮国で調子もいいしね、イニング行かせるっていうのもありだ。まあ今日はもう最悪引き分けで、最悪引き分けでいきましょう、負けはダメなんだよ。さあ、もうこの男の一撃から全部始まったからね、この延長は。この男がいなければ長くなることはなかったんだよね、バカだよね巨人って。この男出すんだから、巨人で飼い殺しにしておけばよかったのに。ここでもう危なっかしい、お前ヒット性の打球じゃねえか今のもよ。よし、ボールはキレッキレ、当たりそうねえな。はい、三振、あと1人どうなるか、どうなるかじゃねえ、入れていかないとね、勝つんだバカ野郎。本当にいろいろと忙しい試合になったが、もうここで打たなきゃ今日勝ちはないからね。あらら、勝ちがないって言ったのに、いきなりしょうもねえ凡退かい。さあ松本、さっきチャンス作った、まぐれのヒットっぽいけどね。第2球投げた、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた、低め見送って、ダメだな、対左のお前バッターが左キラーの宮国打てるか、お前宮にしか。ダメだ、簡単にツーアウト、陽大館頼むよ。バッター恐怖の核弾頭、陽ボール、
今日陽大館チャンスでゲッツー打ってるからね、その分取り返せ、ヒット1本フォアボール1個で取り戻せるようなやつじゃねえぞ、あのゲッツーは大きい、それくらい大きかったからね。次は4球目投げました、見送ってストライク、あんなとこから曲がってくるもん、どう打ていいね、教えてくれよ。投げました、うわー、いやー、落ちなければもう今日は勝ちはないね。はい、もうあとは引き分けか負けか2つですよ、抑えれば引き分けだ。いやもう宮国でいくわ、上原2戦目3戦目用に残しとく。ここはもうね抑えて引き分けで OK です。1人出すと大谷に回るという最悪な状況になるからね。投げました、1つ外して、ストライクだろ、取ってたやんそこまで今まで。はい、三振、まず1投、あと2つでゲームセット、よし、危ないね、クルーズさん、たまにこういうことをやらかすからいまいち信頼ができねえんだよ、怖えんだ、完全に信じちゃダメなんだよこういう男は。さあもうあと1人だ、ちょっと怖いプレーはあったけども忘れましょう。大谷には回さねえ、これでゲームセットだ。いや締めはフォークでいこうかな、素直に落としときゃ振るでしょう。はい、三振、勝てた試合だとは思うけどね、いや勝ててねえわ、あんだけゲッツー打ってんだからね、引き分けになったことに感謝しましょう、うん、そういう試合今日は。ゲッツー打ちまくりだもん、お前どこでもゲッツーじゃねえか、トゥルルルーン、どこでもゲッツーロボーっていうのが今日いたね。さっきも言ったけどもうちょっとこのカードではちょっと阿部外しますわ、うん、あの足の遅さちょっと使えないこの日ハム戦で、DH ペゲロ起用でいきましょう、絶対こっちの方がいいわ。よし、2戦目じゃあやっていきましょう、このカード勝ち越しでいくからね、2戦目3戦目勝とうよ、出番設定ピンチでやっていくからね。今日のベストオーダーはこんな感じ、キャッチャーにねドラフトルーキー真中使っていこう、今日小林絶不調なんでね、ピッチャー山口、とにかく抑えれば勝てますから、うん、CP 操作だと点は入るんでね、俺操作だとまあそんな入らない、さっきは4点入ったけどね、今日は勝てるでしょう、今日は勝たなきゃね。あらあらら、初回に失点、あそう、あのいきなりピヨってるね、あのピヨピヨじゃないですか、どうしたのかな、ヒヨコが待ってるけど、1回からヒヨコ舞うからね、最悪じゃねえか、何が山口だから抑えれる、抑えてねえんだよ、頼むよ、まあでも1点だからね、うん、初回に捕まることだってもうどのピッチャーにもあることだし、マークにもダルビッシュにもいろいろとありますからね、あと抑えてくれたらいいやって言う前にピンチ招いたね、あのピンチ大好きなんだ、追い込まれないと本気出ないタイプかな、ド M じゃねえか気色は、この自分の性癖をここで出すなよ、あ頭余裕で越されますな、ど真ん中嫉妬だもんね、2失点、先発がこれです、早いイニングからこれです、勝つ気がねえのかな、前の試合見て何を思ったこいつは、よし頑張ろうじゃなくて、うん、打たれてもいいやって思ったんですね、そういらねえなこんなやつ、どっか行ってもらっても構わないよ、あー綺麗に破られるな、1、2塁間、何それまだまだピンチじゃねえか、なおも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 だよ、ああぶち壊しだー、前の試合が嘘かのようなぶち壊れ気味、いやもうぶち壊れてたけどね前の試合から、あのゲツ打ちまくってたじゃん、あの時点で壊れてた、嘘やん、もうクソ試合やんこんな、ああこれもおそらく落ちないでしょうね、よし、ようやくアウトだよ、ほんで大谷翔平かい、チャンスでもかなり打ってるバッターだ、当たり前か、どこでも打つわな、なんで振らねえんだよ、おかしいだろ、まるでフォーク来ること分かってたのかのような見逃し方だったよ、見えてるんだろうね、スケスケゴーグルつけてますよ、はい、5失点フルボッコです、チームは1点取り返したね、でもさらにピンチを招いたね、何してんのこいつ、怒りの感情しか湧いてこない、おーいイエース、さらに打たれたね、ピンチ広がりまくりだ、投げれば投げるほど打たれるやついるわ、よく今いるわ、マウンド上にいたわ、さらに失点、6失点、どれだけ失点すりゃいい、誰かのためなの、多分日ハムのためだね、打たれたいんだ日ハムに、なんかわからんけどね、
理由は分からんけど打たれたいんでしょ。敗退行為だね。八百長やってますけど、ここで終わり。負けです。負け負け負け。チョコボール、ああ順位落としちゃってリーグ3位になってるね。そら不甲斐ない試合してるんだからこうなるでしょうね。はい、これでもう今季全球団勝ち越しなくなりましたね、うん、もう初戦負けましたから去年のようなことにはできないと、うん、やるつもりもなかったしね、うん、去年ができすぎてただけだから。さて最後の試合やっていきましょう。おそらく先ほどのような試合展開になると思うけどね、うん、最後チャンスでやっていくよ。相手のピッチャー大谷くんですから、大谷を打ってね気持ちよく終わりましょう、うん、勝つとは言ってないからね、うん、今日の先発吉川、元日ハムのね力見せてやれ。もう元日ハムとかどうでもいいね、うん、普通に投げて普通に抑えてそれだけ。クソな山口のようになるなよお前。過ちを繰り返すんじゃねえ。今日もキャッチャー真中で OK だな、うん、小林調子悪いし、よしこれで OK でしょう。このベストオーダーで大谷に挑み、そして勝つとは言ってないからね、うん、打ちたいけど勝つとは言ってないから、今日勝てそうにねえし、なんかやられそうだ。また一方的にね、打っても打っても同じような気がする。そもそも打てねえし、いろいろと弱気なこと言ってるけどね、やるつもりはあるんだよ。カモンチャンス来ない。いいぞ、吉川も抑えてるね。いいいい。さて今日初チャンス、やはり大谷からなかなかチャンスは作れないね。まあでもこの少ないチャンスを生かして勝っていかないとね。ヒット、はぁ、あ、打てねえ。1点やったら負けだ今日は、うん、そういう試合だ。打てそうね、嫉妬すらも捉えれねえ大谷の場合は。吉川の頑張り頑張ってるの分かるけどよ、ごめん点入りそうねえんだわ。さあ久々のチャンスやってきた。もうここは村田で送りバントでしょ。その上決めれないっていうね、最悪だよ。もうここはね確実1点を取りに行くため、4番のプライドとかないんやで、そんなんいらんのやで、邪魔になるだけだよ、打つだけだ。もうゴロゴーだからね、もう一切止まらず行こうと思う。勝つためにはここで1点を入れることだ。よし来た、フェアだろ。早い早い球をドライブのこれがタイムリーだ。村田のバント必要なかったわ。まあええわ、結果的に手入ったしね。さて中田翔、散々やられてんじゃねえか大谷翔平によ。今日は2-0、1個の三振、うーわー舐められとんな、うーわーもう遊ばれてるね。でペゲーロ頼むよ。中田翔が遊ばれた分お前で打つ豪快な一撃を。はお前も遊ばれてんじゃねえか、スライダー投げとか抑えれるわってバレてるね。さあ1点は取ったんだ、1点は取った。ちょっと待って、ピッチャー吉川今日の内容見ていこうか。予想以上にいいピッチングしてくれてるからね、大谷翔平との投げ合いに今勝ってるっていうね。しかし、しかし、しかし、これ以上活かせるのはちょっとスタミナ的にもね危険でしょう、うん、もう十分ですわ。ここからはもう勝利の系統に入ろうと思う、うん、ご自慢の中継ぎ陣がいるわけですからね。まずはこのイニング沢村で行ってみようかな。頼んだぞ、抑えてくれよ、当たり前だろ、うん、抑えろよ、てか抑えろよ、抑えたね。ほんでおい、さらに追加点入ったよ、大谷から2点目。 CP の入れた1点と俺の入れた1点で2点だね。いいじゃないか、ボテボテだが、ボテボテだが、これもまたランナー3塁に置くことができたね。どういう形であれ2点3点目取れば勝てる。よし来た、ここもタイムリー、大谷攻略成功だ。ゲットだぜ3点目、いけるもんやね、わりかし。さらにチャンス広がってるよ。いやもうピッチャー変わったわ、大谷じゃねえ、大谷ノックアウトってことか。7回投げ切ってノックアウトっておかしな言い方だけどね、まあ途中で降りたことは事実だよ。うわボテボテや、まあでもゲッツーはないわ、ええわ。クルーズ、3点取ってる時点で勝ちみたいなもんだけどよ、さらに取っていこうぜ。レフトの頭は怖え、ないのね、そういうこと、わかりました。じゃあ、あとはご自慢の中継ぎ陣に抑えてもらうだけだね。マシソン、マシソン抑えて、最後は上原、交流戦でも見せてくれよ、お前のパーフェクトピッチングをな。はい、しっかりと締めてくれたね、浩二、上原、交流戦でもやることは同じ、まだ失点してないからね。あーもう吉川ありがとう、大谷との投げ合いにまさかの勝つというね、異常事態だよ本当に。前の試合炎上したチームとは思えないほどの今日は勝利だね。
まあ、山口というね存在に、完全チームの勢い殺されたかなと思ったんですけども、全然止まってなかったね。大谷も攻略し、この勝利大きすぎる1勝ですよ。これでこのカードは1勝1敗1引き分け、結果的には勝ち越しでも負け越しでもなくといった感じで終わったね。吉川今季5勝目、炎上したのが嘘かのようなこのピッチング内容だ。で、上原も、失点することなく無傷の10セーブ目を挙げることができ、大谷に今季3敗目をつけたね。勝ったのは嬉しいけど、やっぱ2戦目もったいないよね。大炎上のような敗北、初回に試合が決まる、早いイニングで試合が決まる、あの山口さんがいいピッチングをしてくれたら、いや最低限のピッチングをしてくれたら、このカード勝ち越しでいけたんだけどね。まあ、済んでしまったことぐちぐち言ってもしゃあないでしょう。もしも山口が次投げた試合でしょうもないピッチングしたら、もう遠慮なく2軍に落としていきますのでね。ただでさえ成績そんな良くなかったのに、この炎上でさらに数字は悪くなったからね。あ、山口の立場危うしって感じだね。オッケー、じゃあ次回の実況は5月の11日から始まるソフトバンク戦、今季初対決になりますね。プレイしていくのでお楽しみにね。グググググバイ、またおう。